心境にはすでに亀裂が入っていた。これでは心境の世界に裂け目が生じてしまう。完全な封印、どれだけの時を遡り、どこに行けば完全な心境があるのか、その答えを知る者は心境を持っていた賜物前しか。そんな中、蜀徳川連合と魏織田連合が交戦を開始する。不戦を訳しているはずの彼らが衝突した理由は何？殿、ご無事でよかったでさ。徳川と蜀が急に仕掛けてきよったのよ。すでに先に攻めたのは私たちだと、そう思い込んでおられるようです。ですが私たちには心当たりがありません。何か使者を送って説明しても聞く耳持たぬ。言ってわからぬなら戦うほかあるまい。奴らを叩き。安心して戦いな。で城を出るのは危ういから、まずは本を押す。西側の敵を押し返すのだ。人に灯ったところで何になる。いざ俺がこじ開けてくる。力攻めは無駄な犠牲を生む。包囲を止め敵の戦意を削ぐべきだ。しかし長政殿の剣に従おう。執着至極に存ずる。くしょう、おかしいだろうがよ。なんでこいつらと戦わにゃならねえんだ。目の覚める戦ぶり見事。援軍とは助かる。お前には敗因ができたのか。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。よし、次は中央の砦を奪取するぞ。東関門を開け、天に侵入せよ。こちらの方位が崩されたならば前線を押し上げ敵の勢いを削ぐまで。よし、分かった。前衛の各部隊前進して敵に当たるのだ。さえておいでですな。おりゃおりゃ。この騒ぎなんかおかしいぜ。本大将が気づかねえはずはねえけど。この棒を必ず放ちましょうぞ。素晴らしい金庫を買ってやく。待てよ。まずいぞ。大将殿、毛角殿と竹友
前線へ。わかった、長政殿の采配に託そう。毛角殿、祝勇殿、ここは任せたぞ。おうよ、行こうぜ母ちゃん。そうだね、あんた。あの二人を退ければ戦況は変わる。毛角と祝勇を撃破せよ。思いのほか敵の攻勢が激しい。それがしも前に出よう。わかった長政殿、運を祈る。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。おお、一段と冴えておいでですな。戦況はこちらに傾くはず。あの男の悔しがる顔、見たいものだわ。私こそ真の三国武将。この先には行かせねえ。申し分ない働きだ。邪魔をしようという。仕方あるまい。何よ。指示を見せてもらいました。これは心象筆舌。罰せられるべきか。私は孫総殿の側につきます。馬長殿、諸葛亮たちが曹操についた。それがしは一旦引き、次なる手を考える。長政様、残る馬長殿は話を聞いてくれるかどうか。いざとなれば倒して止めるしかありません。葛亮殿、なぜ曹操につく。それでも正義は最後に必ず勝つ。全軍進め。何としても曹操を討つのだ。あやつの将軍ならばこうなるか。やむを得ぬ、馬長を倒せ。素晴らしい金剛活躍。おお、一段と冴えておいでですな。執着至極に存ずる。
かせねえ。その事実を怪しむべきです。ここは冷静に検証してはいかがですか。だが長政殿は確かに、信じられるのはこの槍のみよ。これが正義が弾かれてしまうとは。この騒ぎに正義などない。頭を冷やし互いの知るところを語るのだ。仲間さ様、どうして。関係楽勝だぜ。何が目的だ。曹操、俺を捕らえて一体何。話し合いよ。お主が応じぬゆえ。何が話し合いだ。先に我が兵を傷つけたの。殺していいならとうにそうしているわ。こんな回りくどいことはせずにね。そういえば以前も似た話がありましたね。信長殿や脅威が。でもそのような事実はないのです。本当の原因は今もわからぬまま。ただ状況から考えるとダッキが何か知っているのかもしれん。とにかくわしらは嘘なんかついてねえ。馬長よ、ちった聞く耳持ったらどうだ。信じてくださいとしか言えませんが、お願いです。どお前たちに害意があれば。確かにお前たちの話を全て信じたわけではない。だが今は軍を引こう。はい、ありがとうございます馬長さん。大暴れしてやったぜ。どうぞお受け取り。